さあ、エカンナインやっていきましょう。前回星マーク止まろうと思ったら、そのまま公式戦に来たので、はい。引き続き動画を撮っていきたいと思います。行きましょう。誰にしようかな。もう誰でもいいまであるけどね。まあ、安倍比流し打ちという点で、福山。で、なので、オーダーが変えられてませんが、辻がライト、福山が5番の方が強い気がしてきたと。でも、小林も安倍比流し打ちか。まあ、今日はじゃあ辻をこうしようか。いや、意外と今の打順、まあ、何でもいいですよ。何でも強いですよ。やっていきましょう。さあ、基本的にもうね、全試合余裕のコールド勝ちぐらいの気持ちでいきたいですけどね。なのでちょっとこの試合は決め事があって、3投にチャレンジしまくるっていう、まあ、アウトになるなら3投した時にアウトになるのが一番気持ちいいよと、そんな気持ちをね持ってますよ。いきましょう。セーフティー、これは戦略的セーフティーです。なるほどな、やっぱ結構守備能力で違うな。ということで、これもう3投します。よし、もう3投を一番売ります。この試合は気持ちいい野球をしたいからね。やっぱり3投をやってホームラン打ってっていう、そういう気持ちいい野球をやっていきたいですね。これだからどういうことになってくるかっていうと、これ高木豊さんか、さすがに無理だな。これさすがに無理があんな。これはちょっと例外として、ね、そうか、盗塁上げてないんだ結局。本で上げないといけないな。さあ、黄色い声援を背中に受けてどんなバッティングを見せるのか。引っ張った、スタンドに入りました。パー飛行格だ小原は。強すぎ打ちこれはマジで史上最強世代だ。これはマジの史上最強世代来ちゃったな。ああ、これはとんでもないです。あ、盗塁するの忘れてた。そんなこともお構いなしのホームラン。これはとんでもないっす。あ、盗塁するの忘れてたやん。ダメだって、この試合は3投するんだって絶対。何があっても3投するんだよこの試合は。やめよっか、無駄ですよそんなことしよう。ということで、これでコールドになっちゃうんでしょ。ちょっとフォアボール与えていきます。カットしよう、もうさすがに。はい、高木豊さん88球の熱投ありがとうございました。なんと20対12と、まあ、初戦ということもありましてね、ちょっとやっぱり、なんて言うんだろうな、やっぱりしっかりね、気を抜かずに、締めた試合をね、やるべきだなと、この新入生、入ってきた、今のこのチームでね、ちょっと2、3年生たちには締まったゲームを体験してもらわないといけないということでね、あえてこんな展開にしましたよと。やばいぞ、これ21対12、9点差だぞ。あのパワフル高校、あの強豪パワフル高校がまさかこんなところで負けるわけにはいかないだろうと。そう、2年生3年生たちには少しばかりプレッシャーを与えておきました。いきましょう。まあ何が、まあ正直今一番やばいかっていうとですね、あれなんすわ。コールド負けが見えるんすわ、7回裏に。頑張れよみんな。よし、こういう引き締まった試合をやっていこうと。さあどうする。守備低いからバント、セーフティーバントが有効だと。
オッケー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 、よかった、練習試合でそういうことも学んどいて。これ普通にちょっと痺れてます僕自身今。クッ、オッケー、とりあえずコールド回避これで。あれ20点じゃ少なかったが、まだもしかして。3投もやっていく。30点ぐらい上げといてよかったか。高木豊さん200球ぐらい投げさせといてよかったな、これ。こんなあっさりまた点取っていく。それにしても、もう草野球やんこれは。これはまあリアルの世界でやるのが大阪桐蔭という高校があるんですけどね。あれ、この回また10点の次8点、得点えぐいです。普通にえぐいです、やってること。えぐいです、もう追いつきました。ということでえぐすぎるんで普通に盗塁していきます。あ、セーフだ。え、マジか、セーフだ、セーフだんだな。これ史上最多得点来るな。阿部ひながし打ち、もう一回高木豊さんの登板まであるぞ。でももうさすがにあんな点差にしない。さっきのはまだ5回表だったんであんなことしたけど、さすがに怖すぎる。ちょっとヒヤヒヤした正直。でも全くヒヤヒヤする心配がなかったんだということを選手たちが教えてくれている。やっていきましょう。さすがに盗塁さんで盗塁とかいうわけわからんことはやめとくか。 いけるっしょ、盗塁5に今変わったんで。ほんと3投できるな。高額だ、ほう。パープルリードを2点に広げます。野村タイムリーツーベース。パープルなおもちゃ、ワンアウトランナー2塁となりまして、キャッチャー3塁へ送球、タッチはアウト。うわー、まあさすがにね、これもう3投やんなかったらマジで30点取れるんだけれども、まあ、そこで調整をしていこう。逆にこれ本当に史上最強世代だな。これでワンアウト、ランナースタンドに入りました。ファール来ました。ピッチャー正面、ゲッツーコースだ。セカンドコースだ。アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。守備も良くなりましたよーと。ちょっと走れるでしょ、頑張ったら。高木豊さん無理か。ここは育成のためっていうのもあって無理やり走らせてみたけど、さすがに無理なのか。盗塁上げないとな。レフト線からやった打球が上がってきますが、ランナー二塁に戻ります。掴みました。これでツー。ちょっと八浦は点取りに行こう、真剣に。真剣に点取りに行きます、このイニング。よし、コールドにならないギリギリまで攻めましょう。バッターは3年生、オバ。キャッチャー2塁送球、これは楽々セーフ。これは3投いける。よし、たまには思いっきり引っ張ります。あ、攻撃が途切れちゃう。でも途切れないんだな、これが途切れないんだな。金本さん確か盗塁ゲーやから、さすがに3投無理かな。やめとこ、3だから盗塁。このイニングは真面目に点を取る、真面目に点を取るんです。
強すぎー。ワンアウト。これはストライク。これは楽々セーフ。盗塁成功です。強すぎー。山田いいバッティングを見せました。キャッチャー三塁送球セーフ。二塁はセーフ。ちょっとここ挑戦します。今5点差なんで。ここでスクイズだ。まあ、おい、それは違うわ。それは違うわ。今スクイズで1点取って次代打代走とか出しまくるっていう、まあそんなイメージだったんですけどね。まあ仕方ない。高木豊さんのとこを代打代走で育成枠にしようかなと思ったんですけど、もうこんなこともありましょう。まあということで、多分し、ま、大真面目にやると40点取りますね、この試合。リアルに。スタンドに入りました。それくらいの世代になっちまった。来ました。左中間へのフライですが、レフト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。もう予選は緩急縛りでいくか。緩急だけ、この試合いろいろ使ったけど、基本緩急だけで、もう変化球をこの予選で2方向マックスに持っていく、そんなイメージでいきましょうか。で、球速165も目指せるよと。ああ、守備が良くなった。やっぱアイドルも来てね、もうほんといよいよ最強世代って感じする。ホームラン何本？ 1,2,3,4,5,6,7,8 8本。これはなんか得のついで、さすがに積極打法、積極盗塁、まあいいでしょう、まあいいでしょう。あれ、山田今何あげようとしたっけ。ちょ待って、山田のさ、あれ、山田練習指示忘れてるんじゃない、もしかしたら。やっぱりだ、これはまずい。ちょっとこれはまずすぎる。なんかそんな気がした。山田の練習指示を忘れてるような気がした。今補給上げようとしてたのに、それはまずすぎる。ということで、ちょっともろもろやらないといけないことができたんで、高木豊さんに特能とかもつけたいし、山田のあれちょっとアイテムで買ってきてっていうのもあるので、ちょっと今回これで終わりましょう。次回最強の状態にしたまたパワフル高校でお会いしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。